ここではない。遠い遠い森の奥。そこにはとても不思議な住人たちが暮らしていました。これは不思議の森に住む一人の女の子の小さな冒険の物語。確かこれを入れて、こんな感じだったかな。あとはかき混ぜるだけ。やれやれ。メルヤ、お主また勝手に錬金釜を使ったのか？しそうじゃのう。お主も薬屋の娘としてそろそろ薬の調合くらいは覚えないといかんな。はい。よかろう。ではまず魔法薬学の成り立ちから覚えていこう。わしら錬魔術師が使う錬魔術の根源は中世の錬金術じゃ。錬金とは金属に限らず様々な物質や人の肉体や魂をも対象としてそれらをより完全な存在に錬成する試みを。やれやれ。メル！まずは森で薬の材料を集めておいで。はーい。材料はメルが自分で選ぶんじゃ。材料が揃ったと思ったらわしのところへ持ってきなさい。お主の選んだ材料でどんな薬が生まれるか試してみよう。一人前になったら、わしが研究中の秘薬、風花の材料を揃えてほしいんじゃが。まあ、いきなり焦らんでも、じっくりと学んでくれればよい。薬の材料を集
めておじいちゃんのところに持ってくればいいんだね。わかったよおじいちゃん。行ってきまーす。私は渡り鳥銀河です。薬屋さん見習いのあなたに素材集めの方法を教えてあげましょう。まずは画面上の気になる場所へ移動しましょう。行けない場所もあるから注意してね。移動をしていると頭の上にびっくりマークが表示されることがあります。そんな時は近くに調べられるものがあります。周囲をよく調べてみてください。もしかしたら薬の材料が隠れているかもしれません。隠れてないかもしれません。今回は初めてなので素材を2個見つけておじいちゃんに納品してみてください。それではチャオ。木の箱だね。これはフライトオニオンだ。どうする？素材が手に入ったね。ある。なんだろう、今強制的に言わされたような気がしたよ。卵程度のやつは通さないぞ。鶏になりたいなら一度調べた場所でももう一度よく調べてみなよ。通さないぞ。卵程度鶏にもう一度。タルって転がるから面白いん。キノコはむやみに食べたらダメって。キノコトリップ？ここってこの岩はね、座るの。岩尾さんいるかな。岩尾さんこんにちは。メルンちゃん、今日は何して遊んでるんだい？おじいちゃんのお手伝いでお薬の材料を探してるんだ。じゃあこれをあげよう。いやいや、礼には及ばんよ。キノコの妖精さんはいるかな。ハルー。なんだろう。メルンちゃんこんにちは。キノコの妖精さんこんにちは。今とっておきのクイズを作っているから後で遊びにおいで。最初の調合が終わった頃に来るといいよ。どうしようかな。まずはそうじゃな。に薬の材料は集まったかね。これだよおじいちゃん。それじゃあ素材を入れていこうか。ジメリコケだよ。うむ、ジメジメしとるが良い素材じゃな。フライトオニオンだよ。うむ、どことなく飛べる気がする素材じゃの。
ちょっと少ないが、これで全部かな。さて、一体どんな薬が生まれるかの。これは解毒薬じゃの。解毒作用の他に風邪くらいの病気ならこれで治すことができるぞい。今回のメルの働きは成り立て薬師といったところじゃな。材料からこんなものができるなんて、調合って面白いね。お疲れ様です。渡り鳥銀河です。とりあえず初級編クリアといった感じですね。なんとなくゲームのルールは掴んでいただけましたでしょうか。素材を集めておじいちゃんに渡す。しばらくはこの流れが基本となります。今回メルンちゃんが作った薬は家の2階に置いておきましたので、ぜひ後で取りに行ってみてください。それでは引き続き素材探しに出かけましょうか。次はどんな薬ができるのか楽しみにしています。チャオ。再びようこそ、成り立て薬師さん。森林の恋人、渡り鳥銀河です。次は中級の薬に挑戦してみましょう。素材を5個集めてみてください。それではチャオ。いわーん。メルンちゃん、こんにちは。キノコの妖精さん、こんにちは。今日もクイズしてく？本日もやってまいりました、キノコで Q のお時間です。問題は全3問です。ルールは簡単、全問正解しないと脱落です。よし、頑張ろう。なおこのクイズはゲームクリアの必須条件ではないので、気楽に挑戦してください。それでは問題です。正解。では問題です。正解。当たった。それでは問題です。正解。全問正解。キノコのことに詳しくなれたあなたには、
転がるからうま。通さないぞ、通さないぞ。おいしいものをくれないと通さないぞ。おいしいもの？通さないぞ。おいしいも、おいしいも。この岩はね、座るのにちょうどいいんだよ。岩尾さん。岩。なんか入ってるよ。あ、ドーナツだ。おいしそうなドーナツ。どうする？通さないぞ。通、おいしいものをくれないと。おいしいもの？ドーナツよこせ。ドーナツ欲しいの？よこせよこせ。どうする？はい、どうぞ。お前、いいやつ。通っていいぞ。岸の向こうにいるあの子、ずっと私を見ている。ああ、私に翼があるのなら今すぐに。ここでお野菜を冷やしたり、お水を汲んだりするんだよ。お花を踏まないように気をつけないとね。風邪をひいたですよ。少し休ませてほしいですよ。うわ、大変だ。やあ、メルンちゃん、今日はどこへ出かけるつもりだい？うん、今日はね、おじいちゃんのお手伝いで薬の材料を集めてるんだ。なるほど。あいにく僕は材料になるものを持っていないようだ。でもそうだな、学者さんがちょっと面白そうなものを持っていたよ。私はヘビ。今は訳あってこんなところに居座るバイトをしていますが、いつかは都会に出て自分の店を持つという夢があります。こう見えて私、学生時代は結構なワルだったんですよ。薬の材料は集まったかね？これだよ、おじいちゃん。それじゃあ、素材を入れていこうか。クラクラ竹だよ。幻覚チックな素材じゃの。ジメリコケだよ。ジメジメしとるが良い素材じゃな。フライトオニオンだよ。どことなく飛べる気がする素材じゃの。
お化けかぼちゃだよ。ついくり抜きたくなる素材じゃの。ちょっと少ないが、これで全部かな。さて、一体どんな薬が生まれるかの。これは解毒薬じゃの。この薬はもう作成済みじゃ。もっと材料を多く集めておいで。中級で必要な素材は確か何でもいいから5個だっけ。解毒薬が2階にあるはずだから持っていけば何かの役に立つかな。どうせ課金すればこの蛇は消える、そんな風に思ったあなた、ちょっと感覚がおかしくなってきてませんか。その課金で得た体験は未来のあなたに何を与えてくれますか。つまり私が言いたいことは、今ここを退く気はないってことです。やあ、メルン、今日はどこへ出かけるつもりだい。やあ、今日はど、最近冷えてきましたですよ。皆さんも風邪には気をつけてほしいのですよ。リスさんを助けてあげられるお薬、何か。ちょっとお家で探してくるから待っててね。お願いするのですよ。これは百日草だよ。これもお薬の材料になるかな。お花を踏まないように。子供にはお菓子をあげとけばいいなんて、まあもらえるものはもらうけどな。私の名前はペンタです。対岸の女の子に告白をしたいのですが、私は容姿も悪ければ力もない貧弱者。どうすればあの子と付き合うことができると思いますか。そうだな、もっと自分に自信を持って好きって気持ちを伝えられたらいいんじゃないかな。でも私、足も遅ければ泳ぎにも自信がないんです。こんなんでどう自信を持てばいいのやら。きっと世界中の誰が見ても私をダメ男というに違いないです。じゃあ自信をつけるためにも、まずは、そうですね、こうして突っ立ってないで、まずこれからしばらく私のトレーナーになってもらえませんか。どうしようかな。うん、任せてよ。ありがとうございます。これからは師匠とお呼びします。ご指導いただけるときは私に話しかけてください。どうしようかな。ただいま。薬の材料は集まっ、これだよおじいちゃん。
それじゃあ素材を入れていこうか。クラクラ竹だよ。幻覚チックな素材じゃの。ジメリコケだよ。うむ、ジメジメしとるが良い素材じゃな。ブライトオニオンだよ。うむ、どことなく飛べる気がする素材じゃの。愛のある素材じゃの。お化けかぼちゃだよ。ついくり抜きたくなる素材じゃの。これで全部かの。一体どんな薬が生まれるかの。これは夢見薬じゃの。これを飲むと誰でも心地のいい夢が見られる、ちょっと危険な薬じゃ。不用意に飲んだりせず、慎重に扱うのじゃぞ。今回のメルの働きは、最近噂のクスシといったところじゃな。よーし、次はもっとすごい素材でおじいちゃんをびっくりさせちゃおう。お疲れ様です。さすらいの恋人、渡り鳥銀河です。中級編クリア、おめでとうございます。素材集めは順調に進んでいるようですね。次はいよいよ上級編に挑戦です。少しずつ難易度が上がってきますが、上級編からがいよいよ本番といったところ。メルンちゃんの果てしなく長い旅はまだ始まったばかり。ぜひめげずに挑戦をしてみてください。今回メルンちゃんが作ったちょっと危険な薬も例のごとく家の2階に置いておきます。家の2階に行って回収するのを忘れないようにしてくださいね。それでは再び素材集めに出発しましょう。チャオ。さてさて、上級編ですね。空かける恋人、渡り鳥銀河です。上級編では森ステージのほとんどの場所へ行けるようになります。そしてメルンちゃんの家の2階にヒントが書かれた本がありますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは、チャオ。
命の恩人さんではないですか。人参を取りたいの？どれでも好きなのを持っていけばいいと思うの。でもうちの秘蔵の人参はあげないよ。うへへへ。ああ、忙しい忙しい。橋の向こうに調査中の生物がいるのに橋が壊れてしまってな。こうして川の水を汲み出しているのだよ。水を汲んでいたらバケツに変なものが入ったんだ。これなんじゃが、なかなか興味深い物体じゃろう。ちなみにこれは大事な研究材料じゃからメルちゃんにはやらんぞ。うち思うの、うちの故郷ってここじゃない気がするの。誰か迎えに来てくれないかな。私は今は訳あってこんなところに。いつかは都会に。こう見えて。やあメル、今日はどこへ出かけ。どっちがあっちなのかわかんないよ。俺の名はトリクサ。趣味は噂話だぜ。岩の下のあいつはいつもジメジメしてるぜ。橋の前にいるペンギンボーイは対岸のメスペンギンに惚れちまっ。師匠、今日もご指導お願いし。現在の私の状態をお伝えします。腕力は箸も持てない程度です。脚力はハイジが励ましてくれてやっと程度です。師匠、何を鍛えますか？トレーニングを始めるよ。腕力を鍛えよう。わかりました。橋が壊れちゃってるみたい。直さないと向こうに渡れないよ。でも僕じゃ直し方がわからないよ。どうしようかな。ただいま。
薬グツグツ。おじいちゃんの本棚だよ。本は眠くなるからあんまり好きじゃないな。薬の材料は集まったかね。これだよおじいちゃん。それじゃあ素材を入れていこうか。クラクラ竹だよ。幻覚チックな素材じゃの。ジメリコケだよ。ジメジメしとるが良い素材じゃな。どことなく飛べる気がする素材じゃの。百日草だよ。まったかいのある素材じゃの。お化けかぼちゃだよ。ついくり抜きたくなる素材じゃの。これで全部かの。さて、一体どんな薬が生まれるかの。これは夢見薬じゃの。この薬はもう作成済みじゃ。薬師の道は一日にしてならずじゃの。何か混ぜちゃダメなものを入れちゃったのかな。家の2階の本をもう一度読んでみようかな。橋が壊れちゃってる。直さないと向こうに渡れないよ。でも僕じゃ直し方がわからないよ。これは百日草だよ。百日草はもう持ってる。この森の川には主がいるらしいぜ。正直俺も見たことねえが、なんでも鋭い牙を持ってるっつーわ。やあ、メルン、今日はどこへ出かけるつもりだい？師匠、今日もご指導お願いします。現在の私の状態をお伝えします。腕力は箸も持てない程度です。脚力はハイジが励ましてくれてやっと程度です。師匠、何を鍛えますか？トレーニングを始めるよ。私、もう告白に行っても大丈夫なんですね。ですよね。師匠、トレーニングを始めるよ。腕力を鍛えよう。わかりました。
師匠、今日もご指導お願いします。現在の私の状態をお伝えします。腕力は箸も持てない程度です。脚力はハイジが励ましてくれてやっと程度です。師匠、何を鍛えますか？トレーニングを始めるよ。脚力を鍛えよう。わかりました。どうせ課金すればこの蛇は消え、そんな風にちょっと感覚がおかしくなってきてません？その課金で得た体験は未来の、つまり私が言いたいことは、今ここを退く気はないってことです。私は蛇、今は訳あってこんな、いつかは都会、こう見えて人参を取りたいの？どれでも好きな。でもうちの秘蔵の人参はあげないよ。うへへへ。うち、おも、うちの故郷ってここじゃな。誰か迎えに来てくれないかな。ネガティブマテリアルのことが、メルちゃんもなかなか勉強家じゃな。代表的なネガティブマテリアルといえばブラックパールじゃな。他にもたくさんあったと思うんだが、何だったかの。そうじゃ、ネガティブマテリアルのネガティブマテリアルは高度な調合には向かないが、料理の材料としては他の食材と比べ物にならないくらい優れておるんじゃ。料理に詳しいものなら誰でもすごく欲しがるじゃろうな。まあつまり何にでも役に立つなんて、そんな都合のいい万能な物質はないってことじゃ。生物でも素材でも常に。料理か、誰か料理に詳しい人はいたかな。ああ忙しい忙しい。橋の向こうに調査中の生物がいるのに橋が壊れてしまってな。こうして川の水を汲み出しているのだよ。リスの病気は治ったみたい。ウサギは相変わらず病んでるが、ほっ、橋が壊れちゃ直さない。でもぼ、メルンちゃん、キノコの妖精さん、こんにちは。今日もクイズしてく？木の箱だ。この岩は、岩尾さん。岩。や、今日はどこ？師匠、今日もご指導お願いします。現在の私の状態をお伝えします。腕力は箸も持てない。脚力は50メートル走。師匠、何を。トレーニングを始めるよ。腕力を鍛えよう。わかりました。
どうせか、そんな風に思った。ちょっと感覚、その課金データた、つまり今ここ、私は今を分け合って、いつかはどうか、こう見えて、人参を取りたいの？どれでも好きなのを持っていけばいいと。でもうちの秘蔵の人参、うへへへ、うわ、お、一個だけもらっちゃおうかな。素材が手に入ったね。人参、人参。水を汲んでいたら、ばっ、これなんじゃが、なかなか興味深い物体じゃろう。ちなみにこれは大事な研究材料じゃから、メルチ、ああ忙しい忙しい。橋の向こうに調査中の生物がいるのに、橋がこうして川の水を汲み出しているのだよ。お花を踏まないように。子供にはお菓子、まあもらえるものはもらうけどな。橋が壊れちゃって直さないと向こうに渡ん。でもどうしよう。ただいま。薬の材料は集まったかね。学者さんが言っていたネガティブマテリアルは素材に残っていないかな。これだよおじいちゃん。それじゃあ素材を入れていこうか。クラクラ竹だよ。幻覚チックな素材じゃの。ジメリコケだよ。ジメジメしとるが良い素材じゃな。フライトオニオンだよ。どことなく飛べる気がする素材じゃの。百日草だよ。まったかいのある素材じゃの。人参だよ。ラビットな素材じゃの。お化けかぼちゃだよ。ついくり抜きたくなる素材じゃの。これで全部かの。さて一体どんな薬が生まれるかの。これは夢見薬じゃの。この薬はもう作成済みじゃ。薬師の道は一日にしてならずじゃの。何か混ぜちゃダメなものを入れちゃったのかな。家の2階の本をもう一度読んでみようかな。樽って転がるから。
れは百日草。うち、思う、うちの故郷って誰か迎えに来てくれないかな。水を汲んでいたら、バケ、これなんじゃが、なかなか興味、ちなみに、これは大、やあ、メルン、今日はどこへ出かけ、どうせ課金すればこの蛇は消える。そんな風、ちょっとかん、その課金で、つまり、今ここ。師匠、今日もご、現在の私の状態をお伝えします。腕力は、猫なら持ち上げられる程度です。脚力は、50メートル走でビリテ、師匠、トレーニングを始めるよ。私、もう大丈夫かな。わかりました。今日までこんな私の面倒を見てくださり本当にありがとうございました。今までの転生でこんなに頑張ったのは初めてです。ダメだダメだと思っていた自分がここまで、私は本当に幸せ者です。それでは師匠、行ってきます。健太さん、頑張って。下駄箱ラブレターの恋人、渡り鳥銀河です。メルンちゃんの過酷なトレーニングを終えたペンタ君、満を持して対岸の女の子ペンミに伝説のキノコの下に来てくれるように頼みました。はてさて、ペンタ君の運命やいかに。いきなり誘ってしまったけど、彼女は来てくれるのでしょうか。ドキドキしすぎて昨晩は一睡もできませんでした。あれは ペンミさん。こんにちは、ペンタさん。話したいことって何？私は今までずっと自分に自信がないペンギンでした。でも今は自分の目標に向かって一生懸命になることができるようになりました。ん？こんなにダメダメな自分でも必死にもがいてあがけば前に進むことができるってこと。そう、ペンミさん、あなたが気づかせてくれたんです。え？ペンミさん、私はあなたが好きです。私と付き合ってください。あなたのこと、最初はただの冴えない男の子だってずっと思ってた。でも毎日頑張ってるあなたの姿を見ているうちに、やっぱりただの冴えない男だってことが分かったわ。頑張ったって今まで何もやってなかった人がちょっと動いただけでしょ。
今まで何もしなかった分を取り戻すくらいの結果を出してから言ってほしいわね。師匠。現実の壁は果てしなく高かったです。ペンタ君、残念でしたね。今回結果が出なかったかもしれませんが、これからも頑張る君であり続けてください。タール、なんだろう。告白には失敗しましたが、私なんかでも一歩を踏み出す力があることを知れましたから、全然落ち込んでなんかないですよ。師匠、本当にありがとうございました。これはほんのお礼です。もう一つおまけに。旅芸人のやつ、子供にはお菓子を、まあもらえるものはもらうけど。どうしようか。ただいま。薬の材料は学者さんが言っていたネガティブマテリアルは素材に残っていないかな。これだよおじいちゃん。それじゃあ素材を入れていこうか。クラクラ竹だよ。幻覚チックな素材じゃの。ジメリコケだよ。ジメジメしとるがよ。ブライトオニオンだよ。どことなく飛べる気がする素材じゃの。茎わかめだよ。歯ごたえ抜群な素材じゃな。百日草だよ。まったかいのある素材じゃの。人参だよ。ラビットな素材じゃの。アイスクリームだよ。おお、フローズンな素材じゃの。お化けかぼちゃだよ。ついくり抜きたくなる素材じゃの。これで全部かの。一体どんな薬が生まれるかの。これは夢見薬じゃな。この薬はもう作成済みじゃ。薬師の道は一日にしてならずじゃの。何か混ぜちゃダメなものを入れちゃったのかな。家の2階の本をもう一度。どうしようかな。ただいま。
じいちゃん。お薬、グツグツ。難しい本がいっぱいだ。薬の材料はあっ、もうちょっと待って。私はカエル。このゲームの音声設定を担当し、ボイス設定はオン。木の箱って木の箱だね。木の箱ってこの岩はね、岩尾さん。岩尾。告白には失敗しましたが、だから師匠。子供にはまあ、学者はいつも何かの今日は変わっ。そうそう、飲ませて。それを飲めば故郷に帰れる気がするの。そうなの？どうしようかな。ありがとう。ただ大丈夫だった。大事に飲むから。橋の向こうに調査中の生物がいるのに、橋にこうして川の水を汲み出しているのだよ。水を汲んでいたらこれなんじゃ。なかなか興味。ちなみに動かないでいたら喉が渇きました。譲っていただくことはできませんでしょうか。え、この夢見薬のことかな。何薬でもいいんで、とにかく喉が渇いたんです。いただきます。あ、甘くていい香りだ。飲んじゃダメだよ。ごっごっ。私だ。私は金色のヘビ。どうしよう。ヘビさんがおかしくなっちゃったよ。旅芸人さんならどうすればいいかわかるかな。金のヘビと虹色の。金の蛇。困った顔をしてどうしたんだい。実は蛇さんが。仕方のない蛇だね。考えなしに行動を起こすからそういうことになるのさ。旅芸人さん、どうしたらいいかな。大丈夫。そんな時は水を頭から思いっきりかけてあげれば目が覚めるさ。まずはバケツを探そう。いや、今日はどこへ。でこの森の毒魔、植物の俺的にはどうでもいいけ。
なんだね、川の水が欲しいって？目の前に首出しきれないほどの水があるじゃろ。わしに聞かずとも好きなだけ汲めばよかろう。そうしたいんだけど、お水を汲むためにはバケツが必要で、そのバケツを貸してもらえませんか？このバケツは今忙しく働いておるからな。予備のバケツがあるからこっちを持ってきなさい。学者さん、ありがとう。いやいや、少しでも川の水が減るのなら喜んで。川の水はいつもの場所で汲もう。お花を踏まないように気をつけないとね。よし、お水を汲もう。ビーッ！うわっ！びっくりしてバケツを川に落としちゃったよ。おっと、わりわり。これをやるから自分で釣り上げてみな。気にすんなって。俺が釣れてもキャッチアンドリリースで頼むぜ。はーい。釣りを始めるよ。浮きが沈んだら引っ張ろう。タイミングが合わなかったみたい。浮きが沈んだら素早く引っ張ろう。釣りを始めるよ。浮きが沈んだら引っ張ろう。タイミングが合わなかったみたい。浮きが沈んだら素早く引っ張ろう。釣りを始めるよ。浮きが沈んだら引っ張ろう。かかったよ。おお、わかる。えい。無事にお水も汲めたし、早くヘビさんのところへ戻ろう。よし、川のお水をヘビさんにかけてあげよう。私は一体何をしていたのでしょう。夢見薬を飲んで変な夢を見ちゃってたんだよ。それは私としたことが迷惑をかけましたね。でもおかげで目が覚めましたよ。いつまでも何かのせいにしていないで行動を起こさないと始まらないんだ。
それじゃ私はこれで。私は気高く美しき花、バラよ。あなたはどちらの花壇から来たのかしら。花壇じゃなくて僕のお家から来たんだよ。花壇じゃない？おかしなことを言うお花さんね。あなたの花びらちょっとみすぼらしくはなくて。私はスミレ、あなたは見かけないお花ね。僕はメルンだよ。メル？そんなお花あったかしらね。僕はお花じゃないよ。あらやだ、だったら花壇に入ってこないでちょうだい。美しい花といえば桜も有名ですけども、スミレはこの森で。あら、そうかしら。スミレよりもバラの方が美しいわ。いえいえ、スミレに決まっておりますのよ。ねえ、あなたも。はっきりとバラと答えて構いませんのよ。いいわ、今日こそどちらが美しいか白黒つけませんこと。そうね、やるだけ無駄なのですけれど。そこのあなた。え、僕？どちらの花が美しいか森の方々に聞いてきてください。うん、いいよ。私は気高く打つ。あなたはどちらの花壇？花壇じゃなくて僕のお家から来た。花壇じゃない？お、あなたの花びらちょっと水ぼ空っぽだ。スミレのどっちが好きか？僕はスミレかな。だってバラには見た目に釣られて変なトラブルに巻き込まれるのはごめんだよ。僕は平穏な人生を歩みたいんだ。謎の台座だ。何が置いてあったんだろう。その台座だ。何が置いてあった。歴史マロン。美しい花といえば桜も有名ですけども、実は桜もバラ科なのよ。私は気高く美しき花、バラよ。あなたはどちらの花壇から来たのかしら。花壇じゃなくて。花壇じゃない？あなたの。岩尾さん。なんだい、メルンちゃん。
バラとスミレはどっちが美しいかわかる？おいら、岩だかんな。そういうの、ようわからんわ。そっか、ありがとう岩尾さん。お安いご用だわ。木の箱だ。バラとスミレ、君はおかしな質問をするんだね。キノコに勝るものはこの世にはないと思うよ。メルンちゃん。キノコの妖精さん、こんにちは。今日もクイズしてく？どうしようかな。スミレとバラのどちらが美しいかじゃて？そうじゃの。お前さんはシチューとカレーどちらが好きか考えたことはあるかの？シチューとカレー、シチューはトロフワでとっても美味しいし、カレーはポカポカあったかくてとっても美味しい。僕はどっちも大好き。そうじゃろ。バラにはバラとしての良さがあるじゃろうし、スミレにはスミレとしての良さがあるんじゃ。そっか、それぞれの良さがあるから比べてもしょうがないってことなんだ。おじいちゃん、僕分かったよ。薬の材料は学者さんが言っていたネガティブマテリアルは素材、これだよおじいちゃん。それじゃあ素材を入れていこうか。厳格チックな素材じゃの。ジメリコケだよ。うむ、ジメジメしとるが良い素材じゃな。フライトオニオンだよ。うむ、どことなく飛べる気がする素材じゃの。歯ごたえ抜群な素材じゃな。川の水だよ。うん、とてつもなく普通な素材じゃの。百日草だよ。まったかいのある素材じゃの。ラビットな素材じゃの。ブラックパールだよ。飛躍屋では売り切れがちな素材じゃの。アイスクリームだよ。フローズンな素材じゃの。お化けかぼちゃだよ。ついくり抜きたくなる素材じゃの。ふ
これで全部かの？さて、一体どんな薬が生まれるかの？これは夢見薬じゃな。この薬はもう作成済みじゃ。薬師の道は一日にしてならずじゃの。何か混ぜちゃダメなものを入れちゃったのかな。家の2階の本をもう一度読んでみようかな。どうしようかな。ただいま。この岩はね、告白には失敗しましたが、だから師匠、告白にはだから師匠、レッツアング。釣りを始めるよ。浮きが沈んだら引っ張ろう。沈んだ。釣りを始めるよ。浮きが沈んだら引っ張ろう。かかったよ。よしよしよし、バラとスミレ？そんなのバラに決まってる。うちの母ちゃんがバラを育てて、母ちゃんがバラは綺麗だって。私はピンク色のウサギ。待って待って、七色のウサギさん。そうだ、お水で。ウサギさん、目を覚まして。うち
まし、よかった。バラとスミレ、うちは人参が好きかな。人参を取りたい、どれでも好きなのを持っても、うへへへ。人参、なんだね。今わしはくだらない議論を今すぐやめて、わしはそちら、ああ橋の向こうに直行して、俺の名は鳥、趣味は噂、岩の下のあいつはいつもジメジメしてるぜ。バラとスミレのどちらが美しいか、物事に優劣をつけるのはあまり感心しないな。つまり僕はその問いに答えることはできないよ。なんか難しいんだね。旅芸人さん、ありがとう。当然私が一番よね。いいえ、バラに決まっているでしょ。僕分かったんだよ。スミレさんにはスミレさんだけの美しさがあって、バラさんにはバラさんだけの美しさがあるんだよ。だからね、二人とも変わりなんてないくらいに美しいんだよ。私たちお花は森で一番美しいものね。そうね、森の方たちにはレベルが高すぎる問題ですわよね。まあそうですね。バラさん、あらスミレさんこそ素敵な色の花びらね。あなた、ご苦労だったわね。これはお礼よ。ありがとう。そうそう、これ花壇に落ちていたものなのだけれどもね、持って行ってくれるかしら。足元にあると葉っぱが当たって邪魔なのよね。どこかに運んでおくね。助かるわ。あの、またいつでもこの花壇にいらっしゃいな。うん、また遊びに来るね。僕見たんだ。この石の真ん中に空から変な玉が降りてきたんだ。謎の台座だ。何が置いてあったんだろう。
僕は釣りの伝道師、魚神。君の釣り見させてもらったよ。キャスティングの筋、悪くない。僕は釣りの素晴らしさを。どうしようかな。ただいま。薬の材料は集め学者さんが言っていたネガティブマテリアルは素材に残っていないかな。これだよおじいちゃん。それじゃあ素材を入れていこうか。クラクラ竹だよ。うむ、幻覚チックな素材じゃの。ジメリコケだよ。うむ、ジメジメしとるが良い素材じゃな。フライトオニオンだよ。うむ、どことなく飛べる気がする素材じゃの。止まってだよ。売れまくっとる素材じゃの。ふきわかめだよ。歯ごたえ抜群な素材じゃな。川の水だよ。とてつもなく普通の素材じゃん。スイートリーフだよ。甘い香りに吸い寄せられそうな素材じゃな。百日草だよ。まったかいのある素材じゃの。ラビットな素材じゃの。ブラックパールだよ。飛躍屋では売り切れがちな素材じゃな。アイスクリームだよ。おお、フローズンな素材じゃの。お化けかぼちゃだよ。ついくり抜きたくなる素材じゃの。ズツキングの魚拓だよ。頭でっかちな素材じゃの。ふんふん、これで全部かの。さて、一体どんな薬が生まれるかの。これは夢見薬じゃな。この薬はもう作成済みじゃ。薬師の道は一日にしてならずじゃの。何か混ぜちゃダメなものを入れちゃったのかな。家の2階の本をもう一度読んでみようかな。タルテコロ
告白にはしたから。師匠！レッツアングラー！釣りを始めるよ。浮きが沈んだら引っ張ろう。かかったよ。浮きがし釣りを始めるよ。浮きが沈んだら引っ張ろう。かかったよ。よし、よし、よし、えい！沈んだら引っ張ろう。かかったよ。よし、よし、よし、えい！じゃーん！やった！
泊にはしたから。師匠、子供にはおかまもらえる。橋の前、対岸のメス。うちの故郷って誰か迎えに来てくれ。水を、これなんじゃが、なかなか、ちなみに、これだ。おや？うん、バラさんにもらったんだ。もしよかったら、それを僕に預け。もちろん。でも、何に使うの？すぐにわかるさ。ちょっと時間を進めてみようかな。工具箱を何に使うかは。着物のお花さん、美しいものが必要な時はいつでもいらしてね。まあメルンさん、まあ、あら、美しいものが誰も僕の言うこと信じてくれないんだ。あれは夜に来るんだ、光ってたんだ。時間を進め、おやすみなさーい。グーテンモルゲン。時間を進め、ちょっとだけ休み、おやすみなさーい。グーテン。薬の材料、学者さん、これだよ、おじ。それじゃ、クラクラタ、うむ、ジメリコケだ、うむ、フライトオニ、うむ、止まってだよ、うむ、ふきわかめ、うむ、川の水だよ、うむ、スイートリーフだ、甘い、百日草だ、まったく、にんじん、うむ、ブラックパールだよ、うむ、アイスクリーム、おお、お化けかぼちゃだよ、つい、釣り竿さんの、ちょっと、グミクラゲの、つい、ギョッピーの魚卓、い
理由が。カサギーの怖くてブズキングの頭。さて一体。これは夢見薬じゃな。この薬はもう作成済みじゃ。薬師の道は一日にしてならずじゃな。何か混ぜちゃダメ。家の2階。橋は見てくれたな。わかった。あら、こんにちは。やっぱ恋人にするならそれなりの年収と容姿とあと。穴に入ってみる？ネガティブマテリアル？当店にそのようなメニューはございません。大変申し訳ございません。当店にあるものといったら愛と情熱のこもった料理と美味しい食材を見分けることのできる天才シェフクラ。お店のものに勝手に触らないでくだ。ディスプレイ用品って意外と高いんです。お店のものに勝手に。ディスプレイ用品。私の名前はアリス。ここでウェイトレスのバイトをしている引っ込み思案の女の子で。ご注文はお席でお伺いし。はーい、少々お待ちください。気まぐれだから余り物を適当に盛り付ければいいのよね。あ、ゴミ箱の中に傷んだ野菜があったはずよ。若干。まあ食べるのは客だし。お待ちだ。食べるのがすごい不安なんだけど。ただおこさ一処分しよう。食べたらさっさとお帰りください。食べたらさっさとお帰りくだ。はあ、私がこのお方は何をしていけない。しっかりしなくちゃ。ファイト、あたし。誰のことだろう。こういう噂話といえば、あの人だね。はあ、どうすればあのお方とお友達になれるのかしら。はあ、どうすればあのお方とお友達になれるのかしら。食べたらさっさと。うっ、ひどい料理を持っていますね。え、うちの料理？申し訳ございません。こちらで処分させていただきます。バイト一つで店は潰れかねないですね。食べたらさっさとお帰り。またどうぞ。
とモグラ飯店この下。どうしようか。ただいま。疲れた時や時間を進めたい時はここちょっとだけ休んでいく。おやすみなさい。グーテン。食べるのは客だし。お待ちだ。食べたらさっさと置く。なぜだろう。食べるのがすごい不安なんだけど。あとでこっそり処分しよう。またどっ。薬の材料、もうちょっと待っ、薬の材料、学者さん、これだよ。それじゃあ、クラクラタ、ジメリコケだ。うむ、フライトは止まってだよ。茎はかわ、川の水、スイートリ、甘い百日草だよ。まったかいのある素材じゃ。人参、ラビット、ブラックパール、アイスクリ、お化けかぼちゃだ。ついくり、釣りざおさんの、ちょっと、グミクラゲの魚拓、ついつい、ギョッピーの魚拓、優雅、カサギーの魚拓だよ。怖くてそう、ズツキングの魚拓、あたま、これは夢見薬じゃ。この薬はもう作成ず、薬師の道は一日。何か混ぜちゃダメなものを入れちゃったのかな。家の2階の本を思い、岩尾さんって岩尾、あ
アリスは旅芸人にほの字のようだぜ。ストーカーチックで目が危ない。この森の川には主、正直俺なんでも鋭い。やあメルン、今日はどこへ出かけ。まあ、あら美しいもの。まあ、僕見たんだこの石の、ま、謎の台座だ。何が置いてあったんだろう。この石はおじいちゃんが。誰も僕も言う。ヨーメルンちゃん、僕が作った新しいおもちゃ。どうしようか。うん、見せて、見てて、見てて。どれでも好きなの。でもうへへへ、うちの故郷って誰か向か。何？しかしあと何杯の水を汲み出せば。実に興味深いと思わんか。わしはその結果を見届けるまでは頑張って。水を汲んでいたらこれなんじゃが、なかなか興味深い。ちなみにこれは大事な。何？しかし実にわしはそ。子供にはお菓子をあげと。まあ、もらえるものはもら。これは百日草は。あら、こんにちは。やっぱ恋人にするなら。煙がモクモクしてるよ。穴に入ってみる？お店のものに勝手に触らないでくださいね。ディスプレイよ。お店のものにディスプレイ。うっ、ひどい料理を。え？うちの料理？申し訳。バイトしとる。あのお方って旅芸人。なぜそれを。トリクサさんが噂してたんだ。あの雑草ってば、引っこ抜いてやるのかしら。それはかわいそうだよ。それに旅芸人さんはとってもお話ししやすいから、すぐ仲よ。あなた、あのお方とどんな関係の。え？友達だよ。本当にただの友達なの？男と女の友情なんて存在しないとは。もし本当にただの友達なら、あのお方の好きな食べ物を聞いてきてくださらない？好みのものをプレゼントして、あのお方に気を引きたいの。うん、いいよ。あのお方の好み。料理を極めて30、モグラハン。最近は腰を痛めたの。お店のものにディスプレイ。くらいなら私。お、ああ3秒以内ならセーフよね。え、10秒まで OK だっけ。考えてたら10秒も過ぎちゃった。まあ食べるのは客だし。
待ちだ。なぜだろう、食べるのがすごい不安なんだけど。分かった、こっそり処分しよう。またどうぞ。素材が手に入ったね。もし良い魚拓が取れたら、僕のところ良い値段で買い取ってあげるよ。それから君の竿なんだけど、いかにも入門用って感じだね。その竿じゃこの川の主はよほど僕の作った竿、よかったらこっちもただというわけにはいかない。いつでもおいで。レッツアングル。釣りを始めるよ。浮きが沈んだら引っ張ろう。僕の好き、そうだな、僕の好き、以前にある森で食べた麩の入っているラーメンは美味しかった。でも急にそんな質問をして。さてはまた森の子たちといたずらを計画してるんじゃないだろう。前にカバンからカエルが飛び出してきた時は。やあメルンちゃん、今日はどこへ。薬の剤。
薬の材学者さんがこれだよ。おじそれじゃあ素材を入れていこうか。クラクラ竹だよ。幻覚チックな素材じゃの。ジメリコケだよ。フライトオニオンだよ。どことなく飛べる気がする素材じゃの。止まってだよ。売れまくっとる素材じゃの。シマシマウリだよ。しましまで良い素材じゃな。茎わかめだよ。歯ごたえ抜群な素材じゃな。川の水だよ。とてつもなく普通な素材じゃの。香りに百日すまったかいのある人参だよ。ラビットな素材じゃの。ブラックパールだよ。アイスクリームだよ。おフローズンな素材じゃの。お化けかぼちゃだよ。ついくり抜きたくなる素材じゃの。釣り竿さんの魚拓だよ。ちょっとは自重してほしい素材じゃの。これで全部かの。一体どんな薬が生まれるかの。これは夢見薬じゃな。この薬はもう作成済みじゃ。薬師の道は一日にしてならずじゃの。何か混ぜちゃダメなものを入れちゃったのかな。家の2階の本をもう一度読んでみようかな。穴に入ってみる？まあいいか。え？まあ食べるのは客だし。お待ちどー。なぜだろう。食べるのがすごい不安なんだ。処分しよう。あのお方のこと、腐敗したラーメンって言ってたよ。腐敗。そうね、静かに夜にビートを奏でながら腐敗ラーメンをすすぐ。
をしていてもあのお方なら絵になるわ。そうだね。あれ、これでいいんだよね。これであのお方すぐに結婚よ。アイと私。これであのすぐに来たいと。またどうぞ。いきなりで驚いたな。何だったんだ今の子。これはラーメンって、うわ、なんだこれ。あの子はこんなものを食べているのか。申し訳ないけど、これはさすがに受け取れないな。後で埋めておこう。丼の中にすごい世界が広がっている。やあメルンちゃん、そこに落ちているそれ。よかったらその辺に埋めてきてくれないかな。実は旅芸人さん、というわけなの。なるほど、そういうことか。あの子には申し訳ないんだが、僕にはもう決めている相手がいるんだ。隠していたつもりはないが、言う必要もない話だろ。もっとも、君にはいつか時が来た時に話そう。そう、すべては時間の問題なのさ。やあメルンちゃん、今日はどこへ出か。持ってくね。うん、これどうし。病気はな、ウサギは相変わらず病んでるが。どうしようかな。ただいま。疲れた時やちょっとだけ休みなさい。薬の材、学者さん、これだよおじいちゃん。
それじゃあ素材を入れていこうか。コラコラ竹だよ。ジメリコケだよ。フライトオニオンだよ。どことなく飛べる。止まってだよ。売れまくっとる素材じゃの。しましまおり。茎わかめ。歯ごたえ抜群。川の水だ。スイートリ。甘い香り。百日草。まったかい。人参だよ。ラビットな素材じゃの。ブラックパールだよ。飛躍屋ではアイスクリーム。おお、フローズンな素材。お化けかぼちゃだよ。ついクリームきたくなる素材じゃの。アリスさんの特製ラーメンだよ。古代の日記だ。マロンな素材じゃの。釣り竿さんの魚拓だよ。ちょっとは自重してほしい素材じゃの。これで全部かの。さて、一体どんな薬が。これは夢見が。この薬は薬し。何か混ぜちゃダメ。家の2階の本を。気まぐれだから余り物を適当に盛り付ければいいのよね。あ、ゴミ箱の中に傷んだ野菜があったはずよ。若干、まあ食べるのは客だし。お待ちどー。食べたらさっさとおか。なぜだろう、食べるのがすごい。あと少し。あたしの計画ってばうまくいったわよね。ちょっと言いにくいんだけど、実は。旅芸人さんはもう心に決めた人がいるみたいなの。僕の聞き間違いでこんなことになって大丈夫よ。そう、大丈夫。私それでも初対面でいきなりあんなものをプレゼントした痛い女として永遠にあのお方の記憶の中に生きるの。そう、全然大丈夫。もう一生二人は人。むしろありがとう。お礼にこれあげるわ。わあ、すごい。うっ、ひどい料理を持っていますね。え、申し訳。バイトしと。
また。告白にはだから師匠。要するに釣りは実施。どうしようかな。ただいま。薬の剤、もうちょっと。薬の剤、学者さん、これだよ。おじ、それじゃあ素材を入れていこうか。幻覚、ジメリコケだよ。うむ、ジメジメしとるが。フライトオニオンだよ。うむ、止まってだよ。うむ、売れまくっとる素材じゃん。しましまわりだよ。うむ、しましまで良い素材じゃな。吹きわかめだよ。うむ、川の水だよ。うむ、スイートリーフだよ。甘い香りに吸い寄せ、百日草だよ。まったかいのある素材じゃの。人参だよ。うむ、ラブ、ブラックパールだよ。うむ、飛躍屋では売り切れがちな素材。アイスクリームだよ。おお、フローズン。お化けかぼちゃだよ。つい、アリスさんの。うむ、愛のなす。ワラドールだよ。目に栗がいっぱいで、全古代の実。マロンナ。うん。さて、一体どん。これは。夢見薬じゃな。この薬は薬師。何か混ぜちゃダメなもの。家の2階の本を。メルンちゃん。キノコの妖精さん、こんにちは。今日もクイズして。本日もやってまいります。問題は全3。ルールは簡単。よし、それでは問題。
正解。やったね。それでは問題。正解。やったね。それでは問題です。正解。やったね。全問正解。ダブルアップする。それでは問題。正解。当たった。それでは問題です。正解。それでは問題。正解。やったね。すごい。キノコ博士のあなたにはこれで終わりと思ったあなた、ヘルモード。正解。それでは問題です。正解。やったね。それでは問題です。正解。それでは問題。正解。やったね。それでは問題です。正解。当たった。それでは問題です。正解。それでは問題。正解。やったね。それでは問題です。正解。やったね。それでは問題です。キノコマエストロのあなたにはこれを。ちょっと見せてくれ。え、まさかこのラーメンのこと。おお、素晴らしい。こんな不思議でギャラクシーな物体、これは世紀の大発見じゃ。メルちゃん、ぜひわし、ただとは言わんよ、さっき拾ったこの。どうしようかな。うん、いいよ。ありがたい。君は科学の大きな進歩に。いや、メルンちゃん、学者さんから不思議な。よかったじゃないか。うん、でもこれ何に使うんだろう。そうだな、僕の状況が変わると。どうしようかな。学者さんからもらった検定。しかし何も起こらないね。ちょっと時間を進めてみようかな。
どうしようか。ただいま。お昼寝しちゃおう。おやすみなさーい。グーテンモルゲンって、ん？夜の探検ってドキドキするよね。岩尾さんは寝ちゃってるかな。岩尾さん、こんばんは。やあ、メルンちゃん。こんな夜遅くに何してんだ。うん、ちょっとお散歩だよ。暗いから足元の岩には気をつけてな。来たよ。また弾が来たよ。君、ちょっと調べて。別に怖いからじゃないぞ。メルンちゃん、こんな夜更けにどうしたんだい。ちょっと気になることがあって。そうか。でも遺跡の方には近づく。どうしても行くっていうのなら茎ワカメくらいは持っていくべきだろうね。おお、見つかっちまったか。俺は通りすがりの旅人だ。わけあって夜の方が動きやすくてな。昼間は秘密の場所に隠れてるぜ。わけあって夜の方が動きやすくてな。昼間は秘密の場所に隠れてるぜ。わけあって昼間は セントラルシステムに侵入者あり。え？我々はこの森を侵略に来た。どうしようかな。えい！敵の攻撃が来そうな時は防御しよう。どうしようかな。えい！敵の攻撃が来そうな。どうしよう。えい！敵の攻撃が来。どうしようかな。敵の攻撃に備えるよ。防御。終わりです。防御してなかったら危なかったかも。
しようか。えい！敵の攻撃が来そうな時は。どうしよう。えい！敵の攻撃が来そう。どうしよう。えい！敵の攻撃が。どうしようか。敵の攻撃に備えるよ。防御。終わりです。防御してなかったら危なかったかも。どうしようかな。えい！敵の攻撃が来そうな時。どうしようかな。えい！敵の攻撃が。うわあ！何？どうしようかな。これは悪空間移動装置。そう、うちの前世の記憶がささやくの。これで故郷に帰れるの。すべすべだ。うち今
います。うちのご先祖様はすぐにお月様に帰って、めんどくさくなったの。お月様に帰ってもいつもの日常に戻っても、うちは自分の故郷がどんなところだろうと、だってそこがどんな場所であっても故郷は、じゃあそういうことで。あ、そうだ、これはお礼、取っておけばいいと思うの。じゃあねー。うさぎさん、よくあんなの操作できるね。これは100本作っても1本しかできないと言われる長生き、どうする？君、超かっけー。僕にもさっきの必殺技教え。森の子から聞いたよ、君はすごいな。さすがあの人の子だな。いや、なんでもないんだ。さ、もう。だんだん眠くなってきたし。おやすみなさーい。薬の材、学者さんが言って、これだよおじいちゃん。それじゃあ、クラクラ竹だ。幻覚チックな素材じゃの。ジメリコケだよ。フライトオニオンだよ。トマッテだよ。シマシマ。シマ。フキワカメだよ。歯ごたえ抜群な素材じゃん。長生き人参だよ。わしのような老人にはたまらん素材。川の水だよ。とてつもなく普通のスイートリーフだよ。甘い香りに吸い寄せられそうな素材じゃな。百日草。まったかいの人参。ラビットな素材じゃな。ブラックパールだよ。アイスクリームだよ。お化けかぼちゃだよ。スイカ。バラドールだよ。目にゴールデンキノコ。ハンターチャク。エターナルキノコ。永遠に不滅な素材じゃ。ふんふん、これで。さて、一体どんな。これを夢見、この薬、薬師の実。何か混ぜちゃダメなものを入れちゃったのかな。家の2階の本を。どうしようかな。ただいま。
入ってみ。バイトを真面目に働かせるのって大変。ちょっと目を離すとすぐ仕事もし。そうだお客さん、食材をお持ちでしたら当店に寄付いただけませんか。もちろんただとは言いません。材料と交換にと。どうしようかな。よし、もぐら。でも大事な素材だから。それはクラデニシャス素材だ。料理に使うだけでトリップしようなんて考えてませんよ私。それは地面不要ならもらいましょうか。それはフライトオニオンですね。不要ならもらいま、それは止まってですね。不要ならもらいまし、それはしましま売りですね。不要ならもらいましょうか。それは茎わかめですね。不要ならもらいま、それは長生き人参ですね。不要ならもらいましょう。それは川の水ですね。不要ならも、それはスイートビーフですね。不要ならもらいま、それは百日草ですね。不要なら、それは人参ですね。不要ならもらいまし、それはブラックパールですね。デリシャス素材だ。料理に使うだけで足つぼマッサージに使おうなんて考えてませんよ私。それは愛、不要ならもらい、それはお化けかぼちゃですね。不要ならもらいま、それはわらドールですね。デリシャス素材だ。料理に使うだけで毎晩一緒に寝ようなんて考えてませんよ私。それはご不要ならもらい、それはエターナルキノコですね。不要ならもらいましょうか。お持ちの材、はい、おいつ。またど、薬の材、学者さんがこれだよおじ。それじゃあ素材を入れていこうか。ジメリコテだよ。うむ、フライトオン、うむ、止まってだよ。うむ、売れま、しましま売りだよ。うむ、茎わかめだよ。うむ、長生き、わしの川の水だよ。うむ、とてつもなく普通な素材じゃの。スイートリーフだよ。アイスクリームだよ。お、お化けかぼちゃだよ。ついくり抜き、お食事券、なぜかじ、ゴールデンキノコだよ。ハンターちゃん、エターナルキノコだよ。永遠に不滅、メルもすっかり立派になったの。
今回はかなり期待できそうじゃの。おお、これは飛躍風花じゃ。この薬は空中に散布することで大気中に漂う水蒸気を結晶化し、雪と呼ばれる結晶を空から降らすことができるのじゃ。わしにもわからなかった調合レシピをメルが完成させるとは。わしも安心してこの店をお主に任せられそうじゃの。早速この森初めての雪を降らせてみるのじゃ。今回のメルの働きは一人前のクス師といったところじゃな。よしよし、早速飛躍風花を使ってみなさい。うん、おじいちゃん。へい。が雪じゃ。この調子なら夜にはきっと森一面が真っ白になるぞ。こりゃ森のみんなもびっくりするじゃろうな。メル、本当によくやったぞい。史上初の雪が降りました。メルンちゃんは初めての光景に感動し、空を眺めすぎて首が疲れてしまったみたいです。おじいちゃんはメルンちゃんに雪を見せてあげることができて、とても満足そうに笑っていました。他の森の住人たちもその幻想的な出来事にそれはびっくりしました。森の子たちは外を駆け回り、旅芸人さんは静かに冬支度を始めました。学者さんなんかは世紀の大発見だと大はしゃぎをして転んでしまったそうです。夜になる頃には森一面が真っ白に染まり、森の住民たちみんなで盛大なパーティーが開かれました。それはこの森からの素敵な贈り物のような時間だったそうです。森の住人たちは寒い寒い冬に暖かい幸せに包まれたのです。それから数日後、雪が溶け始めたその頃。メルンちゃんと旅芸人さんは森である発見をしました。それはメルンちゃんの新たなる冒険の始まりとなるのです。これは。
なんてことだ。こんなに近くに隠されていたなんて。雪が降って覆っていた草が枯れちゃったのかな。そうか、ルナ、やはり君はここにいたのか。メルンちゃん、僕はしばらくこの洞窟の中へ出かけるよ。数日したら戻るから心配しないでほしい。そろそろ話す日が来たということじゃろう。そこに座りなさい。メルンちゃんはおじいちゃんからある昔話を聞きました。それは今から9年前のある嵐の夜、突然小屋を訪ねてきた女性。もし自分が戻らないときはどうかこの子を我が子として育ててほしいと頼まれたこと。その女性は緑色の髪、猫の耳を持つ美しい女性だったこと。お前が大きくなったら話そうと思っておったんじゃ。そうだったんだね、おじいちゃん。僕を育ててくれて本当にありがとう。わしらはもう家族じゃて、そんなお礼なんぞいらぬぞい。気になるのはその手紙に書かれている地下迷宮じゃな。お前の母親はどうやらそこに迷い込んで帰ってこれなくなった可能性が高いの。しかしこの森にそんな迷宮なんぞあったかな。じいちゃんは心配するだろうな。うん、ちょっとわかんないよね。僕、探してみようと思う。ふむ、もし見つけたらむやみに入ったりせず、一旦わしのところへ戻ってくるんじゃぞ。なかなか言うの。ほれ、行っておいで。うん、行ってきます。
れから9年。いつの間にかあの子もすっかり立派に成長したんじゃのう。